始まったので、ね、これから大海に笑うなどで、でも、なんか荒れ果ててしまいます。天下にまみれながらも、今から430年前、豊臣秀吉が世の中に攻撃します。そして、その攻撃して、この中でも京都の町、都が大変荒れておりましたので、この荒れた都を、なんとか、都らしい町にしたいというふうに作られたのが、実はこの花街でございます。最初の頃はですね、柳の万馬というところにありましたので、柳の区というふうに言いました。その後、もうちょっと南に下がって、六条の辺りに行きまして、六条を見据えて町と言いました。その後、今の実際は380年ほどのようなことでございます。片足2キロ、頭が2キロ、着ているものが約20キロ近くありますので、足元を入れて全体で約30キロ近くの重さでございます。そしてこのようにちっちゃい女の子を前に従えて、そろりそろりと、歩いてまいります。これを太夫道中と言います。